してます。それとブヒ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 ヌルマのゆみです。いやついに動画一緒に撮れますよね。いや僕ね、めちゃくちゃやりたかった企画があるんですよ。インスタ僕前からフォローしてるんですけど、めちゃくちゃ食べるんですよ。1日何食食ってるんですか？数えてないですね。ストーリーがどんだけ食ってんねんっていうのが毎日ストーリーで僕見てたんですよ。ここ今高級ステーキ店に来てるんですよ。僕が高級ステーキをおごり続けるんで、もうめちゃ食べてください。そしたら金額いくらになるのかっていうのをね、ちょっとやってみたかったんですよ。僕全然お店の値段も知らないですし、まずこの完全個室なんですよね。ちょっと想像がね、全くつかないですね。10いきますかね。いかないと思いますけどね。ステーキとかマックスどんぐらい食えます？一番食べたのはローストビーフで1キロですね。待って、ここ普段はねコースなんですよね。なんで特別に撮影許可もらって単品のメニューをしてくれるっていう感じで、この前振り撮影が終わったら店員さんが来てくれて、まあ、お肉を選ばしてくれるっていう感じ。なんか6種類ぐらいあるっていうのをなんかこの店調べた時に書いてたんで、まあ、好きなお肉を選んでください。ということでもうじき店員さん来ると思うんで、早速今からお肉選んでおごり続けたらいくらになるのか検証していきたいと思います。では行こう。日本の方が選んでいただいて、大きな塊で調理してるんですけれども、何がいいですか？全部美味しそうですね。200、200g の方が焼き上がりも綺麗に上がるかなと思うんですけど、100g で、4,000円になるんですよ。でもあれじゃないですか、全部同じやつしんどいかもしれないですけど、1個高いの入れてた方がいいんじゃないですか？でもやっぱり和牛と豚は絶対外せないから200、150、200で、他のやつちょいちょいで欲しいです。食べてからまたおかわりとかってもできますか？ありますよ。今好きなんで、ポタージュスープ覚えました。じゃあポタージュスープ、はい、はい。じゃあまず一品目、これなんすか？スープですか？さっきのとか。あの今のポタージュスープ。10万円いったらどうしよう。いただきます。いただきます。食べないですか？僕食べないですね。僕めちゃくちゃ暇なんで、アルコール飲んでいいですか？インスタ以外でもめっちゃ食うんですか？今日ケーキも2個食べてます。うわ、ケーキ2個食べてからご飯食べました。え、それ何時にご飯食べますか？3時です。今撮影が6時なんですけど、え、3時間しか経ってないんですけど、お腹は大丈夫ですか？いっぱいじゃないですか？なんかでも食べ出したらお腹空いてきます。美味しいとなんか食べたくなっちゃう。もうないやん。いや、なんかおごんのいいな。もうどんどんいろんな人におごっていこう。俺毎日じゃあ私悪い曲は。はい、完食です。次はもう多分お肉っすね、うん、こちらが和牛のランプですね。で、カツレツ三元とで、ハラミと、うん、こちらが、ニュージーランドの子羊。めっちゃ綺麗。僕は食べれないんですけど。いや、ついに企画開始するか。え、正直めちゃくちゃうまそう。めっちゃ美味しそう。え、正直これは食える？いや、でも思ってたよりすごい見た目やから肉肉しいなぁ。いけるけど、お腹いっぱいになっちゃうと限界までいかんでも、お腹いっぱいっていうところやから、無理してんでも、とりあえず値段が知りたいっていう感じやしな。で、俺食べれへんやん。こっちの画面ちょっと無駄やな。だから俺はこの企画中、永遠ちょっと飲み続けるわ。安全は守ってやりたいと思います。好きなだけ食ってくださいよ。めちゃくちゃうまそう。確かに、ね、食べへんの。これが 100g 4000円か。いただきます。うん、デグリ。うまそう。え、正直柔らかすぎ？うん。余裕かもしれん。これは確かに余裕かもしれんな。豚も結構ボリュームある。ちょっとレアなんがいいな。うんうんうん。あ、いい音。めっちゃすぐ切れる。うん、でも正直ビールバーカーうまい。これ何これ？ラム。ラムか、うん、ラム、牛、豚、ハラミ。あ、ハラミも。くそー、辛い計画やな。単純に、うん、ほんまに気になってね。インスタでめっちゃ食ってるから。本当は食べてないよとかたまに言うね。そう、だからほんまにどうなの、まあ、まさかなと思ってんの俺は。僕はもうビール1本目簡易ですよ。ダメです、僕は溺れ続けるんです。学生の時とかすごかったんじゃん。学生の時よりすごい今が。いや、昔の方がすごい。学生の時どんだけ食べてた？一番多かった時で今の3、4倍ぐらいかな。テレビチャンピオン出てた。どうする？これ焼くのに40分かかるからさ、もう頼んどいてもいいかもしれんで。本当だな。今4000円のあのやつ追加、はい、何グラム？200で、はい、承知しました。はい、ハイボールと、え、ワイプ、うん、ハイボールとワインと、ワインは赤でいますね。これには感じの赤で承知しました。はい、これなんか引きこもってるから、その
ウーバーやる。なんか夜お腹空いた時とか、あもう今日は家出たくないみたいな時ぐらいかな。だって忙しいやろ。全然いろんなとこ行ってるやん。じゃあ俺の方が暇や。多分 YouTuber の中でもトップで暇やと思う。だから1回24時間の密着、ほんまの素のやつを載せたいなと思ってて、ソファーから動かへんから面白くないよ。ありがとうございます。はい、豚めっちゃうまそうなんやけど。あかん、食べたらあかん俺。豚ちょっと言わしんといて。豚食おうかな俺、お会計別で。すいません、僕豚200食います。ハイボールに合いそうなんが、豚やね。ちょっと合いてるね。そうそうそう、最高。絶対ワインと合うやん。ちょっと待って、めっちゃ減ってない？ちょうど半分ぐらいかな。でもほぼないやん。でも結構お腹にくる、やっぱお肉やから。確かに、でも肉だけ食べ続けるのってしんどいよな、ご飯もないし。まだまだ余裕さやな。にしても最初こんな山盛り入ってたやん。それを言ったのってすごいわ。確かにこの皿満杯。いや、ほんまに食うんやなって疑ってた。うん、ありがとうございます。あ、ラスト一口。あ、すごいね。お肉完食。最初のプレート完食です。え、ちょっと待って、メニュー来たけどこれ絶対200じゃないや。さっきよりだって多いもん。で、こっちに俺の豚があるんか。ちょうどいいぐらいか。あ、ちょうどいい、食えるんや、すごいな。ちょうどいいぐらいか。うわ、うまそう。よっしゃ、食べよう。やっと俺も食べれる。ハイボールも来たし。なんかねー、やっとよ。まあ、正直お肉の方が美味しそうやけど。はい、3杯目は2杯。あ、うん、まっ。我慢してたぶんよく美味しいな。うまい。だいぶ値段いってんじゃん、ワインとかも合わせたら250やろぐらいやったら。結構全体的に多いよね。そう、全部ボリュームがあってほんまに美味しい。次のやつどうする？もうこれが結構思ってたより多かったからいいかも。これで確かに200なので250きたもんな。じゃあこれ食べて終わり。ちょうどいいぐらい。マジでこの豚うまい。うん、赤身加減がちょうどいい。ハイボールがめっちゃ合う。あ、この店ちょっとやばいな、うますぎる。でもこんな食べ方する人いらん、おらんと思う。あらかんとにする人はまずいない。悩むコースだけだし、ここコースがメインなんでね。やっぱ多い企画って大変やんの。なんかやってなかった屋台で1万円さ、下行きまで買えられない。あれ大事だろ。屋台の時がもうラーメン4杯って。最初のすきっぱらでお酒飲んだがだいぶ効いた、寄ってきた。このハイボールで僕終了で。美味しかった。うわ、すごいな。なんでそんな食べれんの。うん、怖いんやけど。俺だって豚の200のお腹いっぱいあるもん。じゃあラスト1口いっちゃってください。お疲れ様です。ではお会計かな。すごすぎた。いくら？そう。あ、え？え？全然少ない。ほんまですか？ほんまです。え、なんか割引とかしてません？え、してないです。うちの生活。え、めっちゃいいじゃないですか。でしょ？え？僕ら10万超えるかなみたいな言ってたんですよ。いやいや、もう全然全然。え、3万250円ですか？はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あんだけ食って飲んで3万。3万。安ない？安い。絶対4万以上いってると思ってたけどな。ねえ、そう、めっちゃいいな。の概要欄に詳細のリンク貼っておくんで。こんなに食べる。え、新地やな。新地、大阪の新地です。これは来てほしいな。多分満足度めちゃくちゃ高いと思う。いろんな肉食べれるし、まあ、本来はコースなんですけど、まあ、コース頼んだらもう間違いないっていう感じ。いろんな料理来るし。いや、すごかった。検証結果おごり続けたら3万250円でした。でも普通に比べたら絶対食ってんね。他の店とかやったら絶対3万円はマジですごいかなって思うんで。いやー、協力ありがとうございました。概要欄にゆみちゃんのインスタのリンク貼ってあるんで、ぜひフォローしてあげてください。吉野家食いに行こうか。こっちがいいですかね。あ、これよこそ。座りました。座った方がいいですか。めっちゃ食う人みたいですよ。
OK です、さあこっちは。はい、OK です。ありがとう。